北島先生、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今回40歳の男性から質問が来てます。はい。スーパーセット、ドロップセット、ジャイアントセットについての違いと特徴について教えてください。ということでした。で、ちなみに、ピラミッド法とか、いろんな、はい、まあ、はい、トレーニング法ってあると思うんですけど、うん、それぞれのなんか、おすすめとかそういうのもありましたら、うん、はい。伺いたいです。はい。まあ、まずおすすめというか、プロフェッサー・レイス。これは、その、やり方のテクニックですね。で、まあ、まずドロップダウンセット。ドロップダウンセットっていうのは、まあ、例えば、100キロの、まあ、わかりやすく100キロのベンチプレスが、3回ぐらい上がったとしたら、100キロ3回やって、で、そのまんま、ラックにはかけるけど、手を外さないで、外してもらったりと、まあ、一人でやる場合は自分で外すんですけど、まあ、プレートを外して、それから、まあ、軽くして、結構軽くする場合って、ちょっとだけ軽くする場合ってあるんですけど、まあ、割と軽くした方が重さは上がるので、まあ、100キロだったら、まあ、80キロじゃちょっと上がらないかな、60キロだと軽すぎるから70キロぐらいですとか、まあ、80キロでもいいですね。80キロで20キロ軽くなる。80キロにして5回ぐらい上がったとしたら5回やって、で、次に60キロにして、10回みたいな感じで、こう、ダウンさせていくんですね、重さ。だからドロップダウンセットっていうんですけど、その時の、目的っていうのは、まあ結局、最後まで一人で追い込むってやり方もあるし、まあ例えば一人でやるときに補助がいて、こう、スポットしてもらえれば、上がんなくなってからもできるけど、一人でやる場合とかは上がんなくなったら、そこで終わりじゃないですか。けどドロップダウンを使うと、一人でも、追い込めていきやすいっていうのと、あとは人がいてもですね、まあ、それを、下げてって、また、上がるようになってしまうっていう、この刺激の入り方が、同じ重さで終わるのとちょっと刺激が違うので、まあ、新しい刺激を求めたりとか、結構、追い込むために使うっていうのが、主流で、まあ、メイン種目ではあんまり使わないですね。ちょっと、メイン種目というか、最初に重いのをやって、その後ぐらいにやる場合が多いですね。コンパウンド一番重いのをやった次ぐらいにやっていく場合がドロップダウンっていうのは多くて、あとはもう仕上げでやる人もいますけどね。まあ、メインの種目でやるっていう、メインの最初の一種目目でやる人は少ないかなっていう感じですね。まあ、例えば、インクラインベンチプレスをヘビーでやって、その後に、ダンベルフライとかやって、その後にベンチプレスをドロップダウンでやるとかっていうやり方とかが、まあ、結構一般的に多かったりとかして、第1種目ではなく、第2種目、第3種目ぐらいに持っていくとより効きやすいかな。また最後の仕上げでもいいんですけどね。で、次は、スーパーセットですね。スーパーセット。これ、スーパーセットはちょっとまた目的が違ってくる場合が多い。スーパーセットっていうのは、2種目を、インターバル短くやる、すぐにやるっていうことなんですけども、この場合は拮抗筋って言われてる、反対側の筋肉ですね。まあ、例えば、2頭をやったら3頭をやるみたいな感じで、この裏側にある、縮んだ時に伸びる筋肉。それが拮抗筋なんですけども、拮抗筋を交互にやるっていうのが、スーパーセットの主なやり方ですね。で、まあ、2種目以上やればスーパーセットなので、ドロップダウンみたいな感じ。同じ2投の種目で、2つつなげてやってもいいんですけども、スーパーセットの場合は、どちらかというと、減枠法っていう、減枠法っていうのを利用したい場合に使うときの、そうですね。つまり、この二頭筋をこう使ってて、パンパンに張って、もう結構乳酸溜まって動かないときに、三頭筋側を張らせてあげると、この三頭筋が使えたことによって二頭筋が使えてるのを忘れたような感じになって、また重いのが上がるんですよね。そういう効果があるんですね。そうですね。だから、スーパーセットで減枠法を使う場合は、まあ、第二種目、第三種目ぐらいに大体持っていくんですけど、割と、重めの中程度の重さでやる場合も多いです。ですから結構軽めのパンプよりも重めのパンプでやった方が、重めの、あれですね、まあメインセットより次ぐらいの重めのやつでやった方が、重いのは、例えばカール、ダンベルカールがこう20キロで10回上がってて、それで、そのまんまやったら15キロにしないと10回上がんなかったのが、意外とトライセプスをやってあげると、また10回上がったりするんですよね。ですから、その、
験はここって言って、ちょっとその脳を騙すような感じっていうのを要するためにスーパーセットをやるので、割と重めの方がその効果は、期待できるかなっていうのはあります。もちろんパンプでも使えるんですけども、重さをちょっとトリッキーに使うっていうことを考えると、ちょっと重めの方が面白いですよね、効果としては。で、減圧法っていうふうに考えたら、はい、切り替える時のインターバルとかっては、インターバル結構短めの方がいいですね。あ、はい、1分とか休むんじゃなくて、インターバルなしって、種目に移る間だけっていう感じです。まあ、ドローセットもジャイアントセットもスーパーセットも、インターバルがほぼなしなので、そういう名前になってるんですよね。ドロップダウンなんか、例えば、普通にやって、インターバルの長く取っていったら、普通のピラミッドセット、ピラミッド法の終わり山の方になってしまうので、そのインターバルがないっていうのはポイントですね。わかりました。で、次、ジャイアントセット、はい。ジャイアントセットっていうのは、違った種目を、はい、3セット以上、だから2セットまではスーパーセットで、3セット以上になるとジャイアントセットっていうんですね。ですけど、この場合、ジャイアントセットになると3種目になると、まあ、使い方としては、減圧法はちょっと使いづらいですね。まあ、3個の筋肉を使うってなかなか難しいし、ちょっと、そうなってくるとちょっと使いすぎっていう感じになってしまうので、どっちかというと最初のドロップダウンと似たような感じで、1個の筋肉を徹底して追い込むのに、その違う種目に持ってったらまた、力が出るじゃないですか。例えば、肩だったら、サイドレール、プレスを、ダンベルプレスをやって、その後にサイドレーズをやって、アップライトをやるみたいな感じで、種目を変えていくとまた力がみんな出るような感じになるので、そういうふうに、3種目以上を同じ筋肉を使っていく場合が、だから、ジャイアントセットの場合は同じ筋肉で追い込む場合が多いですね。そうすることによって、種目を、減圧法にちょっと近いんですけども、減圧法ほどの減圧ではなく、やっぱり角度をちょっと変えることによって、同じ肩でもまだ力が出しやすくなるっていうか、出力が結構使い捨ても出せるようになったりするんですね。あとはもう徹底的に一箇所を追い込むっていう面では、いろんな角度から追い込めるっていうので、ジャイアントセットっていうのは結構有効だったりするので、一個の筋肉をターゲットにした場合で、あとは多角度からできるので、形を整えて全体的にその部分を強化したいときに入れる場合もありますね。わかりました。最後、ピラミッド法について。はい。ピラミッド法っていうのは結構最近少なめなんですけど、まあ、80年代の主流だった方法で、コンパウンドセットの最初の第一種目みたいのを少しずつ上げてって、で、少しずつ下げていくっていう、まあ、こうピークまで行ったら力が出なくなるから、軽くして、まあ、さっきのドロップダウン、インターバルを取りながらやっていくような感じで終わらせるっていう感じで、3、3で上げて、3、3で下ろしていくみたいな感じのやり方ですね。ただこれを最近やる選手が少なくなって、できているのは、上げてったら次の種目に持ってっちゃった方が効率的だなって考える人は、同じ種目でこう下げていくよりも、次の種目、他の角度から鍛えた方がいいなって考える人が多くなってきて、80年代以降は、メイン、主流ではなくなりましたね。ただ、まあ今でも当然使ってる人はいますし、あと初心者とかには割といいやり方なんじゃないかなと思いますね。ピラミッド法っていうのは、こう、上げてって下げていくっていうやり方ですね。はい、ありがとうございます、はい、でスーパーセット、ドロップセット、ジャイアントセット、ピラミッドってありましたけれども、はい、なんか取り入れるとかのタイミングでおすすめの武器とか、まあおすすめっていうのは全部がそれぞれに違った効果でいいので、はい、特にはないんですけど、まあ例えばピラミッド法だったら、まあ、初心者にいいかなって。あとは、上級者だったらメインの方に持ってくるよりは、パンプの方で似たような感じでやっていってもいいかなっていうのもありますし、あとは、減圧法とかだったら、まあ、腕太くしたいって言って、その時に、まあ、やりづらいスーパーセットもあるんですね。例えば、胸と背中とかだと、ちょっとデカすぎる筋肉なので、意外とやりづらいんで、まあ、減圧法で使えるのっていうのは腕ぐらいで、まああとはスーパーセットで腕じゃなくても、まあ二頭と肩とか、拮抗筋じゃなくてもそういうやり方もありますけど、どちらかというと腕におすすめですね。スーパーセットで減圧法を使う場合は腕におすすめで。で、まあジャイアントセットなんかの場合はですね、ジャイアントセットはまあどこのパーツに置いてもいいんですけども、その強化したい月間の時にちょっと取り入れたりとかっていう、最後の追い込み、最後のパンプとかをガーってそれでやっていくとか、肩を強化月間とか、
胸を強化月間とか、二頭強化月間とか、三頭強化月間とか、まあ足のジャイアントセットはかなりきついと思うんですけど、まあ下半身を強化月間、まあ四頭筋だけ、バリエーションもちょっと取りづらいですしね。まあ設備がないとちょっと足の、ジャイアントセットは難しいかもしれないですけど、まあマシンがいっぱいあったらできますね、ジャイアントセット足でも。まあ、そういう感じで、一箇所を集中して強化したいときにおすすめのジャイアントセットかな。うん、まあ、色の使い方ありますけど、まあ、そういう使い方がやりやすいんじゃないかな。あとは、スーパーセットについては腕とか、腕ですね、腕の強化とかに、ちょっと使い、減圧法は使いやすいかなっていうのがあって。あと、まあ、ピラミッド法っていうのは、まあ、初心者が最初にやるのには、割と、いろんな種目知らないときにベンチだけで、要はワークアウト、ベンチプレスだけでワークアウトを終えるような人は、ピラミッドセットとかは一番やりやすいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。はい、では、まあ、普段は普通のワークアウトをしていて、たまにこう強化をしたいときとか、はい、そういうときに取り入れるのが一番いい。そうですね。まあ、あとは、普段から、何かしら入れてる場合が多いですね。はい、まあ、今日は肩の日だけど、一部ジャイアントセットとかスーパーセットとか、は、ドロップダウンとか、そういうのは必ず入れてる感じですね。どっかにアクセントとして使うっていう。ただ、まあ、アイテムみたいなもんですね。まあ、ロールプレインゲームの武器みたいなもんで、ちょっと、そこの必殺技を数個使うみたいな感じで、ちょっと刺激を入れるのに、ドロップダウン、スーパーセット、ジャイアントセットみたいなのをしょっちゅう使ってますね。なるほど、わかりました。本日もありがとうございました。はい、There's a voice inside confining me, defining me. I gotta live.